本気で間違えた、本気で間違えた、すごいっていうかひどい、許して許して、おマジで、すげえ、あ、いじめが始まった。ちょっとちょっとちょっと、あの、ダメ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 、はい、ということで改めまして、アスカさんです。アスカです。スケボーってどんぐらいやってるんですか、ちなみに。スケボーは、今年の7月に痛かったんで4ヶ月ぐらい、4ヶ月、4ヶ月目ぐらい、ね、4ヶ月でこんだけ滑れるってすごいと思わないですね。いや、すごいと思いますよ。今日はそんな感じなんで、4ヶ月でどれぐらい滑れるかっていうのを、まあ、ちょっとやってもらおうかなと思うんで、さっき練習してるのとか僕見てたんですけど、もうすでにね結構滑れてるんですよ。だから多分みんなびっくりすると思うんですけど、普通の人こんなできないから、まあなんか4ヶ月でも頑張ったら、まあ、このくらいまでなれるよっていうのを、まあ、なんか参考にっていうか、特に女性でも頑張ったらこんなできるっていう感じのが伝わればいいかなと僕思ってるんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、まあ今スケート歴聞いたんですけど、まあ得意技とかそんな感じのやつをね、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、得意技、得意技、フラットだと本当全然やってないんで、やっぱバックサイドターン、こんな感じ、すごい、イエイ、バックサイドターン、バックサイドターン、バックサイドターン、さっき綺麗でしたよね。ぐらいしか、ちなみにさ、なんや、最初なんかランプやってたとか言ってたじゃないですか。はい、スケボーの入りというか、なんでスケボー始めようと思ったの。始めようと思ったのは、なんでやろう。なんでやろう。周りがやり始めて乗せてもらったら、何これめっちゃ楽しいってなって、で自分で好きなデッキとかトラックとか全部揃えて、好き放題コンプリ組んだらめちゃくちゃ愛着湧いて、もうそれから全ての空き時間全部スケボーしてます。すごいね。ドハマりしちゃう。なるほどな。じゃあドハマりすれば上手くなれる。かわいいデッキ乗ればうまくなるかもしれない。それ重要やね、なんか自分の好きなもんで滑るとかっていうの重要かもしれない。乗りたいから、なるほどな。1日何時間とか、1週間にどのぐらいとか、どんぐらい練習してる感じ。ほんと時間がないんで、週1回こうやって1日できたら8時間とかやっちゃうし、で、もうできる日にできるだけ詰め込むって感じ。週1ぐらいですね。週1で4ヶ月ってことは、ほんまに、ほんまに本当に多分そんなもんすか。もともとなんかスポーツとかやってた。バスケとか水泳とかダンスとか剣道とかはやってましたけど。めっちゃ多いやな。ちょっと待って、もう一回。バスケ、バスケとか水泳とかダンスとか剣道とか、あとちょっとした格闘技みたいなのやってたんですけど。なるほどな。身体能力が高いな。そこから来てる。そんなに高くない、普通だと思います。なんかでもすごい軸の取り方とか上手やんか。なんか意識してることとかはあるんですか。その軸の取り方がわからないからランプから始めたんですよね。フラットでもう手も足も出なかったんで、これはいかんと思って、こうもっと危ないとこに身を置けば危機感を感じてなんか芽生えるかなって。なるほど、はい、そうなんや。芽生えましたね。ランプって、ランプってさ、軸取ったりするのにやっぱりいいって感じ。いいと思います。やっぱ最初 R 入ってくのも怖かったけど、だんだんこの R の角度に垂直になっていけるようになってくると、今自分どこに頭を置いたらまくられないかなっていうのが大体わかるようになって。あ、なるほどな。いや、逆に俺ランプをほとんどやらないから、見ててなんか俺より上手いやんとかって思ったわけですよ。後でちょっと多分インスタの動画とかもらって、まあ、この辺とかにやるんですけど、もう俺より上手いですよ、ほんまに。だから、そうか、なんかランプってそうやね、確かに軸がこう R の面に対してちょっと変わるから、そこが
結構いいよっていう話。そうですね。おお、なるほど。この面でボディーバリアルとかやらなあかんってなると、うん、結構頭使ったりしないと、なるほどな、キッズみたいになんとなくじゃできないんで、うん、考えながら。なるほどね、はい、じゃあランプとかがその自分の滑れる環境にある人はこうフラットだけじゃなくて、うん、ランプ先行ってももしかしたら効果があるかもしれない。フリスタやりたいんだったらランプはめっちゃいいかもしれない。マジでそうなんやって思いました。へえ、なるほどな。じゃあこれからフリスタイルやりたい人はランプも両方両頭使いで行くといいかもしれないと。一軒もやっぱランプもうまいし、うん、あ、うまいね、確かにね。あ、なるほどな、うん、いやちょっとその情報俺がやり始めた35年前ぐらいに知りたかったんやけどね。いやマジでマジで、ちょうど7月買った時が梅雨で、うん、外で滑れないからパーク行くしかなくて、うん、パーク行ったらやっぱランプしかないからおのずと初日にドロップインとかするしか、うん、あ、なるほど。それでも超恐怖やん、いきなりドロップインとか。俺絶対無理やそれ。恐怖とかあんまりなくて、うんうん、ただランプ行った時はちなみにもう乗れてた感じ。全然乗れてなくて、多分プッシュもできんくて、うん、こう一回一回落ちちゃって、こんなプッシュしてる。いやでもそれでドロップインいきなり行ったのは多分特殊やと思います。特殊だと思う。多分特殊能力やと思うんで、あの皆さん真似しちゃダメですよ。そこは真似しちゃダメだと思います。梅雨だったから。はい、はい、梅雨だったから。もう滑れる場所がそこしかなかったから。ホームスポット今どこで滑ってるんですか。そんなん言うたらもしかしたら誰か寄ってくるかもしれない。モグがおるから大丈夫。モグがおるから大丈夫。だいたい外で滑るときは、最近は広いんでサイスター結構路面もいいし、そこら辺とか、あとは村ですね。村県民健康福祉村、埼玉県の、はい、フルネーム出ましたね。県民健康福祉村と埼玉スタジアムと、まあ、その辺で滑ってるらしいです。でも週1なんで多分行っても会えないと思うから、みんなあの期待して行くのはどうやろうな。インスタとかこの辺出しておくんで、こう彼女が動いてる情報とか察知したら行ってみたらもしかしたら会えるかもしれないですね。アメちゃん持ってるんで。アメちゃん持ってるんで。言っときたいこと。言っときたいこと。あ、いやなんかわからん。これからスケボー始めようと思ってる人に一言。うん、難しいな。人それぞれなんかもしれないんですけど、ドハマりする人は私みたいになっていくと思うんだよな。やっぱ一緒の時期に始めた人とかとも温度差があって、どれだけ好きかなのかな。あ、でも多分好きになったらもうずっと好きなやろうから。ずっとやっちゃう。あとは考えながらやった方がいい ね、 多分ね。そうですね、闇雲にやっても怒られるんで。ほらすごい顔しとる。今コーチに撮ってもらってるんですけど ね、 ね。そう、やっぱ一人でやっててもなんか同じ失敗ずっとやってて時間もったいないし、私みたいに時間ない人はモグサみたいないい先生を見つけて常に呼び出せる状況に置いておくと上達への近道かもしれないです。コーチを見つけろっていうのがもしかしたら上達の近道なのかな。絶対、うん、多分スケーターみんないい人なんで、絶対教えるの上手くて親切な人っているんで、しかもガールズスケーターやと、おのずと寄ってくるきっと。モグは私が捕まえて呼び出してるんですけど。特権ですねそれは。ガールズスケーターは先生には困らないんじゃないかな。マジか。じゃあ先生捕まえるのと、あとはその時間が少ない人はよく考えながらやるっていうこと、うん、であとはもうなんか好きになって隙間時間でも何でもいいからとりあえずやるってことをやっとけば上手くなれやすい、なりやすい、うん、なるんじゃないかな。慣れてるかは分からないですけど。いや慣れてると思う。まあじゃあそんな感じの飛鳥さんと今日はね一日滑っていこうと思うんで、まあいろいろね、あのどれぐらいできるのかっていうのを見せてもらって、でまあなんか新しいトリック今日は1個チャレンジするって言ってるんで、それにやってもらおうかなと思います。ちなみにチャレンジトリック今日やろうと思ってきたやつって何かあります？レールトゥーレール。レールトゥーレール結構難しいの来ました。4ヶ月目にしてレールトゥーレール
今日これメイク撮れたら結構やばいかなと思うんで、ちょっとね楽しみにやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きますよ。行くぞ行くぞ。おう、3回やって1回休憩しましょうか。はい、すいません。3回でできたらすごい。何やってるんですか？サイン会。サイン会？アニさんのもお願いします。そうなんや。いや、一件ひどくないですか？マスカの子変になってそんな感じミスある？ひどいよね。ちょっと待って、なんで俺書こうと思ったんだろう。顔でやで。アス編。アス編だよ、確かに。カって読むけどね。本気で間違えた。本気で間違えた。頭で変な子だ変な子だと思ってから多分そう。ひどい。え、バンになっとる今度は。え、ね、シャンパンつけた？これはあなたの番ですじゃん、もうこれ。ドラマの宣伝や。明日の番です。え、どっか違くね？これこう飲むみたいな感じになってるね。そうそうそう、胸が飲むになっとるんよ。んこれ、ここにチョンってつけないとダメ。しまった、一個間違えた。二人一人としてアスカが勝った。俺は勝ったよ、俺は勝ったんだけど。飲みたくて。マジで変な、ありがとうございます。変な人みたい。すごいよ。この辺ひどいよね。すごいっていうか、ひどい。許して許して。ひどいよ。間違えました。